をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。スパイクの松浦です。スパイクの小川です。はい、それでは松浦先生、はい、本日のレシピは、はい、今日はですね、はい、鮭のちゃんちゃん焼きです。ちゃんちゃん焼きです。いいお酒のおつまみにもなります、ね、先生は、ね、はい、飲まれますからね。そうですよ、楽しみでございます。はい、1分でできますから。1分でできるんですね。はい、自信を持ってお送りします。スタートできたら始まりますからね。わかりました。いいですか。はい、いきますよ。それでは調理スタート。はい、小川さんはですね、あのみりんと味噌を合わせてください、はいはいはい、わかりました。そしてですね、はい、それが終わりましたら、はい、ネギをですね、敷いてください。ネギは、はい、あの薄く斜めに切ったネギですね。はい、先生は鮭をほぐしております。はい、はい、そしたらこちらの上にですね、はい、鮭を乗せていきます、はいはいはい。そしたらこの合わせたものを乗せてください。かけました。はい、はい、そしてこちらで、電子レンジで20秒チンでございます。はい、チン。はい、チンしている間にですね、はい、こちら最後にかけるすりごまでございます。ごまでございます。かけときましょう。かけときましょう。はい、もうこれかけるだけで、はい、そうです。あっという間ですね。見栄え的なね、見栄えがグッと良くなりますからね。はい、もう出来上がりますよ。もう出来上がります。はい、2、1、はい、かけてください。はい、かけてみた。あー、おいしそう。やだ、おいしそう。おいしそう。はい、それで、はい、そしてかけまして、それでは1分で作った鮭のちゃんちゃん焼き、早速食べてみましょう。いただきます。いただきます。あ、マジうまい。美味しい。もうほんとちゃんちゃん焼き、ほんとしっかりね。うわ、これご飯にも合うけど、ほんとお酒のつまみにもなるわ。加熱20秒で、うん、銀鮭の塩焼き自体がもうね、味噌もめっちゃ合います、この鮭に。美味しい。ご飯ください。ほんとそういう感じ。お酒いただけるなんつってねえ。ワイズキッチンでは皆さんからの簡単で美味しい1分レシピをお待ちしております。どしどし送ってください。